シクロは人工甘味料の一つ。IUPAC 名は N シクロヘキシルスルファミン酸ナトリウムソディウム N シクロヘキサルスルファメート。甘さは砂糖の30倍から50倍と言われる。後味がわずかに苦いが、サッカリンやアセスルファムカリウムほどではなく、それらの交換味度甘味料に比べてスッキリした砂糖に近い甘みを持つ。 1937年にアメリカ合衆国のマイケルス・ベーダが発見した。スルハミン酸とシクロヘキシルアミンの混合物に水酸カナトリウムを反応させて得られる。チクロはアメリカ食品医薬品局により発言性や再帰形成の疑いが指摘されたため、1969年にアメリカ合衆国やカナダが使用禁止を発表。これを受けて日本でも 農林省が使用をやめるよう要請した結果、清涼飲料水の製造企業が自主規制に同意。さらに同年中には、食品添加物の指定が取り消しとなり、畜炉の使用が禁止された。ただし多数の追試源では一つも再現されず、イギリスを含むヨーロッパでは全く問題にされなかった。1972年には、スイス連邦政府がテスト結果として、 チクロの無害を発表した。これらの結果を受けて、製造元であるアボットラボラトリーズが FDA に働きかけても規制は撤廃されなかった。現在では中国、カナダ、EU など約55カ国で使用されている。このように各国の食品行政の対応が異なるため、輸入食品回収事件の原因となることもある。 日本においては1969年11月に使用禁止となり、回収する期限は清涼飲料水が1970年1月、その他の食品は同年2月、缶詰、瓶詰は同年9月までとされた。チクロを使用してきた食品、菓子は甘味料が変更されることとなり、その結果味が変化したり、 廉価なチクロが使えなくなったりしたことによる価格上昇で売り上げを落とし、姿を消した商品もある。パッケージにはチクロを使用していないという意味で、前頭という表現を見られた。これを機に砂糖や天然由来の甘味料、アミノ酸ベースの甘味料に切り替え、現在に至るまで販売されている商品もある。1982年、ジェケフェではチクロの1日あたり許容摂取量を 体重 1kg あたり 11mg とした。この量は菓子類などに使用する分には問題ない量ではあるが、日本では他の甘味料の普及が進んだ状況もあり、積極的にチクロの使用を考える企業はなく、安全性の再評価は行われていない。ただし、規制の継続が蒸気のような輸入食品の回収、廃棄につながり、食品ロスを生じさせているとの指摘もある。 ありがとうございます。